はいおはようございます。7月6日朝6時4分の相場解説になります、まあ。ウィークリーの方から見てみるんですけども、週が明けましたんでね、えー、これを見ると、ちょっと上昇傾向にあるのかなというふうに見えるわけなんですよ。こういうふうにね、えっ、ー、と、こちらとこちらでダブルボトムを形成して、上に上がるんではないかなというふうに見えます。うううんまあ、でもこういうふうな トレンドラインも見えますんで、まあ、それでもやっぱり上昇傾向ですね。うん、下髭の出ているこの陽線。うん、で、次が上髭が出てる陽線なんですけども、まあでも陽線続きになるんではないかなという気がしますね。で、ちょっと時間を追って見てみましょう。次は、えー、と1日です。冷やし。冷やしはね、横ばいになってるような気がするんですけども、週足とちょっと違うのは、ここのレジサポラインから、 うん、若干ね、下の方に潜ってるんじゃないかなって感じなんですよ、うん。ですから将来的には、もしかしたらこっちに進むんじゃないかなと。先ほどと見解が全く変わるわけですよね。で、4時間になるとこれがまたさらに変わりますえ。これが4時間なんですけども、うん、ご覧のように、ここにレンジがあるんですけども、レンジの中にね、まあ、入ってきたような感じなんですよ、うん。で、1時間になるともっと際立っていて、 1>, はい、1時間だと下の方にねなんか伸びてるような気がするんですよねで移動平均線も下にこういうふうに展開しているというふうに見えますはいではいかがでしょうか、えー、本日は月曜日ですけどもあさってですねあさって7月8日ミセス渡辺さんの FX 対談あそしてあとおまけのね、えー、お得なプレゼントということで、えー、プレゼント情報がありますけども こちらの方ね、えー、FX の達人でいらっしゃって、8年連続で、8年以上連続でね、年収,年収1億以上を達成して、私も自宅の方に伺ったんですけども、んなんか固定資産税だけで、なんか2億円なか、なんか言ってましたけどね <laughs>、いくらになるのかもう見当もつかないような大豪邸で、ねえー、拝見して、車庫もでかくてね、ベンツが3、4台、ボぼんっとたまってて。 えーまあ、そのミセス渡辺さんに会いに来る方が日本全国からいらっしゃってねでもう駐車場が足りないんで駐車場もなんか買ってたという <laughs> そんなリアルタイムで私は目の前でねそういうのを見ていきながら麻雀屋の親父からね少しずつ這い、えー、上がってきたわけですけども、まあ、このミセス渡辺さんに私は FX を教わったわけではないんですけどもおでもまあ私がね FX の体制ができるまで、えー、ずっとねあこの人 FX の達人なんだなということで。 拝見してわけなんですよね、まあ、今ならどのぐらいすごい方か FX すごい方なのか分かるんですけども当時は雲の上だったんで分かんなかったですね FX もやってなかったですし、えーまあ、そんな感じでねすごく貴重な機会になると思いますでただいま10名以上の方のエントリーをいただいてるんで Zoom のライブだとちょっとね混乱するかもしれないんでこのぐらいで締め切ろうかとは思いますただこれからも何回もねやっていこうかと思いますのでまず第1陣で、えー、7月8日20時から皆さんに Zoom の ライブ URL を送らせていたただきました、えっと、URL が届いてない方は参加できませんのでもしね、えー、メールを送ったんだけども久保さんにメール送ったんだけど来てないよって方はね再度ご連絡ください、えー、また今日初めてこの放送を聞いてミセス渡辺さんとの そういった機会があるんだったら参加したいよって方、まだ若干名受け付けてますので、えー、エントリーください。場合によってはね、次回に待っていただくっていうこともありえますけども、本、ま、当、あ、そろそろね、あと1人か2人で締め切ろうと思ってるところでございます。えー、それでは本日は以上です。